ホークスは今シーズン記録を打ち立てた2人が契約更改を行いました。チーム最年長の和田投手は1500万円アップとなる年俸1億6500万円でサイン。プロ20年目を迎えた今シーズンは衰え知らずの活躍で日米通算150勝を達成。さらに自己最速となる149キロをマークするなど記録ずくめの年となりました。まあ、どこまで成長できるかなっていうのは、はい、この年齢になってでもですね、はい、まあ、自分に期待をしながらね、まあ、来年こそはね、監督を胴上げできるように、はい、頑張りたいと思います。また10年目の東浜投手は新たに3年契約を結び、初の大台突破でサインしました。今シーズンは5月にノーヒットノーランを達成すると、自身5年ぶりの2桁勝利を挙げる活躍。エース千賀投手が抜ける来シーズンへさらなる期待がかかります。チームの中心となって先頭になって、ピッチャー陣を引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います。